かんそうくないようがそんなことなくないですかえっとね激しすぎる激しすぎると思う激しいというか厳しいとあ厳しいのかゆるさがないゆるさがないとじゃちょっとゆるいのやりましょうよできるんですかゆるいの来年はゆるさを取り入れるゆるいの どうなんですか、イメージ。いや、いきますよ、ゆるい感じ。うん。ちょっと、どん、<や>どんな感じ。え。振られる。振るの、ゆるい感じですか。イメージしてる、ゆるい感じ。イメージしてる,ゆるい感じ、ゆるい感じ。はあ、ええー。<laughs> 全然出てこないんだけど。<laughs> <laughs> ゆるさがないんじゃないですか。ゆるい感じ。うん、ゆるい感じ。ゆるさありますよ。ほ<う>あります。あります。 だって宮古島でずっと緩いトークしかしてませんでしたもん例えばどういう話してたんですか例えばですか例えば「あお仕事何されてるんですか?」とかいやいやボタケキスでやってもしょうがないじゃないですかそうだね何かい当たり障りのないトークね緩いトークって当たり障りのないトークじゃないと思う違うんだ緩いトーク緩いトークってあ分かった あれかカレーは甘口と辛口どっちが好きみたいなあそういう感じですか多分ねどっちかだったらディベートになっちゃうとダメなんだカレー好きですかみたいな感ですか僕も好きなんですよねみたいなそういうやつ好きとか嫌いを聞く感じになっちゃううちの犬の可愛いとこみたなずっと話してるああそういう感じですかわかんないですけど えー、私の犬よく穴掘りするんですよねとかそうそれ30分ぐらい行くやつ、ね、ううじゃ <laughs> ないのい,い, <laughs> いけるかな厳しいと思いますよね、うん、いやお手をねなかなかしてくれなくてねとかそう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 いけるかもしれないいけるんだうん30分う 5分ぐらいならねですよねなかなかね難しいなと思いながらうんそうねだから皆さんねでもそういうテーマくれば話しますよね話します話します緩いテーマであれば緩くいくっていうのを前提にトークテーマもやりますしなんかねこういうのやってほしいとかでもいいですね結構緩るキャラなんですけどね私 そこをちょっと来年出していきたいですねそうですよね今年キレキャラ出してたのキ,キャラだったんで、ねはい、来年はゆるキャラでいきたいですね、うん、だって第一回があれですもんねなんかこうなんていうの言,言っちゃうとダメだよねみたいな言っちゃうとめちゃくちゃ叩かれるよねみたいなのが第一話でしたからねこの番組の <laughs> やばい <laughs> いきなりなんかもうドン、ね、<laughs> ってきましたねそうそうそうそれがねこの番組の持ち味もあるので、はい、いいと思うんですけど、はい、なんかこんなテーマもあった話してほしいなは来年 どんどんね、そう、いただいて、一緒にね、みんなでシソフレにね、広げよう、シソフレの輪ですよ。そこですよ、本当に。全然広がってない皆さん。ね、ね。どうしましょうかね。どういうのがいいんですか。シソフレを。はい。こう広げていき、広げてくってその番組があったよりは。はい。その、具体的に長瀬さんが、こうやって話せる人が。はい。増えてほしいみたいな。 それがまあ、一つも目的として始めましたよね。ありましたよね。ありましたよね。なんかどっかで、その。なんか、シソフレの人と話す会みたいなのとかできないですかね、ない。できると思いますよ。そういうのやりたい。そういうのやりたいです。やりたいんだ。はい。はい。じゃ、イベントもやりたいですね。そう。だからシソフレで特定は決めて話すみたいな。うん。いいっすね。のとかやりたい。やりましょうか。はい。それ来年やりましょう。で。 長谷さ,さん大人数ダメだから。そうなんです。4人,4人,ま,4人までです。だからイベント毎回2人まで来れるみたいなやつね <laughs> そ。そうそうそれでいきましょう。何回かやるっていうのをしましょう。4人で話すやつね。はい、あ,あそれやりましょう。<laughs> はい、うん。ぜひねあの話したいという方もね <laughs> あのコメントいただけたらまあイベントもちゃんと企画しますけど。はい、ぜひ話したいとかいう声があれば、うん、早々に企画しますんでぜひその声も聞かせてくださいということで。 今年はね今年はねっていうかこれ多分ねもう結構喋ってるから来年明けましておめでとうでですよけましおめとうございます皆さん明けましておめでとうトークをまだ11月なんですけど一応これ配信が1月2日頃ね配信されてて今年もどうぞよろしくお願いします遅いそうだね本当になんかそれぞれいい1年だと良いですねはい頑張っていきましょういきましょうはい というわけで、えー、番組のご意見ご感想こんなテーマで話してほしいなどハッシュタグシそふれをつけてぜひ X にボストしていただけると嬉しいですそれではまた来週さよならさよなら